フッガーライは16世紀のドイツの都市アウクスブルクに設置された低所得者のための集合住宅である。フッガー家によって建設されたためこの名がある。世界最初期の計画的集合住宅として知られる。フッゲライと表記されることが多い。フッガーライは当時ヨーロッパ有数の富豪であったフッガー家の人物で、フシャ・ヤーコプことヤーコプ・フッガーによって建てられ、当初は 貧者の家と称していた。ヤーコプは、フッガーライ財団を作って、土地建物を寄付し、財団によってフッガーライは、管理運営された。1514年から、土地の購入と建設が始まり、1521年、頃には、一応の完成を見た。財団の設立がこの年の8月23日なので、フッガーライもこの日に完成とすることが多いが、 サミダレ式に、住宅の建設が進められていたので、はっきりした区切りはない。入居対象者は、アウクスブルク出身者か、そうでない場合でも、アウクスブルクの何らかの共同体から、身内として認められている人間で、敬験なカトリックであり、勤勉であるにもかかわらず貧しい、家族持ちかカフとされた。一般に貧しい職人もしくは日雇いの者が入居した。 フッガーライの家賃は1年に1ライングルデンを収めれば、よく、他には創設者のために祈りを捧げることが義務とされた。フッガーライの住宅は、各階に1世帯が入る2階建ての住居が5、6つ、連続して建てられて1つの長い住宅棟を構成し、その住宅棟が集まって、いくつかの通りを持つ団地を構成する。夜間には閉まる複数の門で囲まれ、 長い歴史の間に、教会、水道、学校、病院が順次設けられて、フッガーライそれ自体が小さな、町のようになった。また、住宅の追加も、少しずつ行われており、20世紀に入ってから、建てられた家もある。30年戦争で、フッガーライは、アウクスブルクが、スウェーデン軍の占領を受けたために住人が追い出されて、しばらく兵舎として使われた。 第二次世界大戦ではアウクスブルクは爆撃を受けて住居の半分が全壊し損壊無数という被害を受けた。現在のフバーライはアウクスブルクの歴史文化財として観光客を集めているが同時に現役の福祉住宅地でもあり多数の住人がいる。家賃は創設時と同じ一ライングルデンでこれは現在の貨幣では0.88ユーロとなり もはや形式的なものになっている。運営は、現在も、貴族として続くフッガー家の子孫サニアがそれぞれ代表を出した一族長老会により行われている。ありがとうございます。